女性たちが年を重ねていくにつれて最も気になる顔の部分の一つ、それがほうれい線。そんなほうれい線には加齢による筋力の低下でできる溝と、頬骨など骨格によってできる溝があります。施術方法は溝の深さに応じて大きく3つ。ヒアルロン酸注射、糸による吊り上げ、そして切開によるリフトアップがあります。では一つずつ見ていきましょう。まず溝の深さが浅い人に対して行うのがヒアルロン酸注射。ということでヒアルロン酸注射について品川美容外科の畑真嗣先生に伺いました。ヒアルロン酸の注射のメリットって何でしょうか？はい、これは本当にダウンタイムが基本的にないということですよね。で直後から実感していただける、それから使っているものも体内物質のヒアルロン酸ということですから異物ではないですし、まあ、吸収はされるということはありますけど非常に安全性が高いということが一番の、ね、メリットだと思います。まあ、デメリットということではないんですが、まあ、やはり繰り返しお注射していただかなければならないと、まあ、この手間がかかりますねということぐらいでしょうか。大体何ヶ月に一度打つのが？そうですね、人によってこれね個人差がありますから一概には言えませんけど3ヶ月から半年を一応目安にしてお注射しています。ヒアルロン酸注射はダウンタイムと呼ばれる回復期間がほとんど必要なく体への負担も少ないそうです。しかし持続期間が3ヶ月から半年と短いため継続して行わなければならないそうです。ヒアルロン酸ってよく聞くんですけれども、大体何種類ぐらいヒアルロン酸ってあるんでしょうか？そうですね、いろんな各社からメーカーさんから出てますので、もう本当に数種類は私どもも扱ってます。で、まあ、その方に合わせて、深さ、それから皮膚の硬さっていうんですかね、柔軟性とかそういうことを見ながら一番、適材適所といいますかね、材料が一番いいものを使っています。それではほうれい線が少し気になってきた AD 加藤ちゃんがヒアルロン酸注射の施術を疑似体験。ほうれい線のこの辺りがね、はい、気になられていらっしゃって、はい、ということですよね。ちなみに彼女は頬のたるみからくるタイプのほうれい線。これね、原因がここのところ確かに深いんですけど、笑ったりされるとこちらのところがねちょっとふっくらこう丸い感じがあるんですね。で結果的にこっち深いので、まずはここの部分をヒアロン酸で埋めるってことをされるといいと思います。こういうふうにちょっとボケますよね、こうやりますね。だからぼんやりさせるっていうことは可能です。で若い方でも、ね、同じようなタイプの方結構いらして、お注射してその日にも効果が出ますから。で実際のお注射はこのお口の横のところから、ここから一箇所ね、小さいカニオレっていうもので、ね、先が丸くなってるものを使いますけども、それでここのお鼻の横まで、ここまでスーッと、まあ、塗るような感じでお注射しますから、刺激が少ないということ、それから内出血がほぼ抑えられるということと、あと、まあ、注射の後ですから、まあ、点で一箇所ポツンと、ね、あとはつきますけど、これ早く消えます。マイクロカニューレとは従来のものとは違い、先が丸みを帯びた形をしている針のこと。今までは溝全体にヒアルロン酸を入れるためには皮膚に垂直に何箇所も刺さなければならず、尖った針が血管を傷つけていたんです。しかしこの針は先端が丸いため血管が傷つきにくく、さらに横にある針穴から液体が出る構造。一箇所刺すだけで皮膚の裏側から溝全体に塗るように注入できるようになったそうです。それでは実際に
ヒアルロン酸注射の施術法を見せてもらいました。シール、麻酔のシールをお取りいたします。それではマイクロカニューレのような丸い先端の針をどうやって刺すのかというと、入り口をお口の横に1箇所作ります。ちょっと大きく出します。先が丸いマイクロカニューレが通るようにほうれい線の先端部分に針穴を開けていきます。じゃあ、入り口が今できましたので、入り口からカニューレを使って針穴を入れていきます。少し押される感じがします。針はほうれい線に沿って鼻の付け根まで入れていきます。これからお鼻のすぐ横にヒアルロン酸が入ります。どうしてもお鼻のすぐ際のところは一番深くて幅も広いわけですから、ここにある程度しっかり量をヒアルロン酸を入れていって、徐々にカニューレを引いていって、だんだんと量を減らしていって、最後入り口のところで、終わると、そういうふうな長細い三角を描くような、そういうイメージで注射していきますね。一番入れなくてはいけないポイントが付け根。そこから徐々に少なくし、三角を描くようなイメージでバランスを整えていくそうです。ではここで春巻きの皮を皮膚に見立て、軽度のほうれい線を作り施術していきます。長細い三角のイメージを作りながら入れていきます。わずか5分の施術で軽度のほうれい線が埋まるのがこのヒアルロン酸注射なのです。ここでオンエア未公開。先生のヒアルロン酸注射をする際のこだわりは何ですか？まず麻酔のシールあるいはクリームなどを使って、できるだけ刺激を小さくしていくということが大事だと思いますし、あと一部麻酔を少量を、含んだものを使ったりもしています。ですからそうすることによって、注射の後の内出血のリスクをまたさらに、防ぐことができます。畑先生ありがとうございました。これって新しい彼にバレない？理想の二重になれますか？脱毛は皮膚の除去手術をしたいと思います。軟膏以外のどんな治療法？皆さんの口コミや相談毎日チェックしています。月間100万人以上が利用している美容医療系ポータルサイト、気になる美容医療は口コミ広場にお任せ。